ジャニーズ捨てて、不愉快。行き場失った亡霊。飛べたん vs。ジャニオ氏の深刻な圧力が露呈。北山博光の投稿巡り絶戦も。ジャニタレが個人的に飛べ行ったおじさんたちと仲良くしてるのは構わないけど、公の場でアピールとかはしないでほしい。ジャニオタからしたら、ジャニーズ捨てた人って認識だから、不愉快。ジャニオタって生きたまんま会社潰れてなくなって行き場を失ってる亡霊なんやな。 死の通った場所で生きているトベが恨めしいんやろ。旧ジャニーズとトベ、双方のファンの溝が深まっている。冒頭のツイートは、ジャニーズ、二番目はトベ、それぞれのファンと思われる人の声だ。トベは、トベのこと。ジャニーズ事務所から続々とタレントが離れ、そのうちの多くが滝沢秀明氏が立ち上げたトベに合流しています。10月15日に遺跡を発表した元キングプリンスの岸優太で13人目です。 ジャニーズを応援してきたファンの中には、トベの遺跡を、裏切りとみなす人も少なくありません。そうした中で、双方のファンに圧力が生じているわけです。週刊誌記者、対立構造があらわになったのが、元キスマイフット2の北山博光の炎上事件だ。トベに遺跡した北山博光は、10月18日、X に、まあ俺はノース、ですけどね、頑張れ、と投稿。グループ名を、ジャニーズウエストからウエスト。 に変更したことにエールを送ったものだが、茶化した、無神経だとして、だいングを浴びたのだ。SNS には、全部役、ら飛べに行ったから、カのが外れたのか、もともと何も考えてない人たちだったのか、ある意味リトマス誌になってるよね。ジャニーズの魔法って改めて凄かったんだなぁと思う今日この頃だわ。そんなバッシングもある一方で、無神経だと感じるのは北山くんが、勝ち組でウエスト、が、 負け組みだと思ってしまっているからでは、揺らんだ嫉妬だね、などと反論も上がったのだ。また10月15日、平野潮、神宮寺優太、岸優太の3人が新グループの結成を発表した際には、平野潮、結婚好きだったけど幻滅しました。海外進出したい理由でグループを抜けたのに結局は金プリを辞めたメンバーで新ユニットを結成ってただの裏切りです。大層な夢を掲げて、 結局、金プリを抜けたかっただけとは呆れますわ。連会かわいそうジャニーズがこん落ちぶれてるのに。とかほざいれるやから、どう考えてもあの時ジャニーズからパワハラを受けて金プリをやめさせられて対処させられて再出発せざるを得なくなった平野潮と神宮寺ゆ太たと岸ゆ太た3人の方がかわいそうだろ。ww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 w 絶戦が繰り広げられた。もちろん、避難の応酬ばかりではなく、ずっとトベは裏切り者扱いなのかな。ジャニトベはライバル的な、切磋琢磨するような、そんな関係になってほしい。みんな仲良くしよう。スマップもキンプリも自分たちの意志でバラバラになったんじゃないんだよ。ジャニもトベ持ちズも本人たちはみんな仲良しなんだから悪口言い合うのは見てて辛すぎるよ。と、関係改善を求める声も少なくないのだが。 ジャニーズ騒動はファンサイドにも大きな遺恨を残しそうだ。